あ、ここにさっきは一冊取ったよね。このまま？あら、もういかん。変なの。お前かな。おっそすー。カルガスト、続き、いきます。マイクロペーサー、どうぞよろしく。さあ、また仲間もいっぱい増えてきたわけでございますけど、前回オカンがちょっと気になる発言をしておりまして、ずっと俺のそばについているあの目ん玉のやつ、あいつに気をつけろ的な、そんなちょっとお話があったんですが、ああ、どうなっていくんでしょう。そんな感じではございますが、相変わらず、なんやろね、この世界ね。あの塊は何？取りませんね。わ、くすんくすん。何者ですか？私たちに気づいていない様子。あ、じゃあ無視しよう。うん、そう、そっとしよう。そっとしとこう。でも、お前の言うこと聞いていいんかな？目ん玉。は？うん？まあいいや。いや、戦闘かい。気づいとるやんけ。それを気づいてると言うんですよ。くすんくすん。ああ、戦闘開始。ミートワームってなんちゅう名前。これでスキルを新しく覚えた。ビーム、お前の蹴りやんけ。しかも弱で、回復もそろそろしとかなあかん。水星銃。水星クソ弱い。おい、怖い。終わりよ。どうじゃ。バカたり。で、特に相変わらずレベル上がるわけではない。うわ、豚。これは、あ、土地区場、これ鳩地区場。道具着ってどう読んだらいいの？本物なのかな？みんなごめん、パワーが使えなくなっちゃった。いや、そもそも聞いてない。お前のパワーとか知らんけど。早く行こうよ。気持ち悪くなってきた。匂いの元が分かった。この肉を見て。恐ろしいね。豚ちゃん。大量の豚ちゃん。え、こっち吊るし上げ、ああ。あれ、こっち行けるっぽいな。ってことは、こっち側は違うのかい。こっちにもセーブあるで。ちょっと待って、でもこっち奥行けるのはちょっとさすがに気になるな。なんかありますか？大量に豚あるけど全く処理されてないよ。あ、なんか落ちてる。これ拾えるわけじゃない。そしてまたなんかあれ、大事なアイテム。ちょっと取らして。足のついた魚を見るのは2回目。ああ、あれ魚のやつやったのね。このリアクション予想外だった。なんか食べれそうじゃない？ポジティブな主人公。誰が食べられるか今にわかるよ。という形での戦闘。魚やったら、雷が効くやつかな。スパイダーフィッシュよ。雷行ってみます。クリティカル入れ。おっしゃ、クリティカル。やっぱ属性が大事。でもそう思うとビームとか水星って何の属性なんやろうな。終わり。バカタレが。こうじゃダメ。何が？で、お、これは何？切断された豚の頭を見て、その下に何かがあることに気づく。あれ、豚の頭やったんや。ベルトアンで切断された頭を動かす。頭をどけると血まみれのベルト。何か見つけた。ベルトです。何かにつながるかはわからないけど、とりあえず拾っておこう。
拾うんだったら綺麗にした方がいいんじゃない？拾う。一応大事そうなアイテムですよね。なんかちょこちょここういうアイテムを拾って仲間になるやつになんか渡してってる感じやんな。これ間違って右に進んでたら拾えへんかったやつってことでしょ。これでじゃあいけるかな。あは、あは、ズズン、またお肉いっぱいあるけど、あ、3匹います。あ、気をつけて、この犬たちは危険だ。危ない匂いもするね。ぐー、引き返せ。そうでないと来るぞ。いつも通りの戦闘。こいつは火力が意外とあったりするかい。ミーティードッグ3匹おるけど10人しか食らわへんわ。やったらなんとかなりそうやわ。何が効く。ビーム効け。おら全然効かへん。ビームって何属性。一旦回復はしといた方がいいよね。ワンじゃねえ。雷行くか。頼む、弱点入れ。バカだれ。いや、クリティカルなんかい。雷万能すぎません？ミーティードッグにも雷いけるんですね。よし。んで、なやこれ、どういう、どうどういう乗り方それは。あ、セブ血を進めてはいるけど、なんか仲間になりそうなやつとかそんなのは全然よね。相変わらずちょいちょい雑魚が、ちゃいエンカウントあるんでした。ああ、普通の雑魚、アングリードッグ、ただの雑魚やろかい。さあ雷入るかな。雷よろしく。ああ、クリティカルじゃない。でも40食らうから、他よりめちゃめちゃ強いから。あ、こっちも広いな。あら、広さがなんかちょっと今までとは違うぞ。あ、セーブがあったってことは向こう側が行き止まり系のルートかな。でも特にアイテムがないとかいう、そういうオチ？これこっち行ったらぐるっとこれ回ってきたやつちゃいますの。そんな気がするね。あ、じゃあこのままセーブして上で大丈夫やな。何が、なんか焼肉の台とかそういうイメージなんかな。あ、ハエがまっしぐらに向かってくる。めっちゃいる。なんじゃい。やったる。ブーンじゃないのよ。ミーンルッキングなんやら言うとるけど、ハエも素手で殴っていくか。人間なめるな。お前にも雷よ。どんなの。いやー、やっぱりさすがにクラワン万能ではなかった。回復を一回挟みまして、いけるよね。あと一発。ビームは弱い気がするから、たまには破片とかどうですか。あ、こっちもめっちゃ弱い。素手の方が、素手の方が食らうやつ。どういうことやね。素手の方がダメージ食らうってスキルの意味は。ブーンじゃないのよ。オッケー。
ここのダンジョンもまだまだある感じかな。また分かれ道？もうでも一応謎にベルトを拾ってるから、だいたい今までの流れ各ステージに一個だけやったのよな、重要なアイテムはな。あ、なんもないよね。こっち行くよ。お、セーブあるわ。じゃあこっちでいいよな。ベルト持ってるから大丈夫よね。何に使うか知らんけど、椅子でか。あ、キングサイズ。なんもでん。わ、また豚ちゃん。こっちだね。通り過ぎますよ。豚ちゃんエリアを越えて。ん？あ、どうした？興味深い。この部屋は最近使われていたようだ。あ、どういうこと？悪い予感がする。もう早くしてよ。なんて寒いんだろう。他に誰かがここにいるかもしれないから慎重に行動しよう。ここには何もなさそう。ちょっと言ってることが仲間で違いますけど、念のため周りをチェックしよう。周りをチェックしよう言われてもさ。あ、シンクでか。ああ、お茶持ってる。通らしてはくれへんよね。あのボットは肉切り包丁を持っている。探索中。食肉を探索中。なんて？未処理の食肉を発見した。危ない。これはまたでもボスとかではなさそうやぞ。普通のボットやから。ザコロボットやろお前は。肉が抵抗している。誰が肉じゃ。やったら。前に雷はどうだい、20しか効かない。おら、んー、これは一回回復せな。多分んー、まずい気がいたします。ありがとう。肉が抵抗するよ。行くよ。一旦回復、もう余裕。倒しました。ミッション失敗。残念だったな。あれ、行き止まりやで。あれ、どういうこと？ボットを倒したけど、あのボットは逆に何守っとってん？こっちじゃないだと。え、どこや。じゃあここじゃねえんだよな。あれ、あれれ、え、こっち以外だいぶ戻らないと何もなくない？セーブがあって、いや、セーブもだいぶ前やな。ここでしょ。あれ、俺右から来たはずやから、ここのエリアはチラッとは見たけど、あ、こっちに行けるだと。ここを多分俺見てなかった気がする。多分。セーブ。いや、こっちから来た俺。ああ、やばい、迷ってる俺。迷うのなしよ。合ってたっぽい。通りまー。なんで追われてるんだろう。肌が張り替えられているように見える。人間の手にかかってこうなった。思い知らせてやる。あー、それは確かに恨みはあるでしょうね。でも人間やからって一括りにしないでよね。
いろんなやつがいるんです。一旦肉には雷、どうなの？電気は通すでしょ。おっしゃ、よし、終わりよ雷で。さよなら、ありがとう。こっちで当ててよかった。なかなかにまた無駄に長いよねステージね。あ、こっち目ん玉を信用していいんでしょうか。誰が味方で誰が敵で、仲間いっぱい増えたけどって思ったらまたエンカウントするやつ、懐かしいやつ出てきたな。俺、お前も雷が効くかい。おら、はい、ありがとう。あんまり敵の属性覚えてないけど、やっぱり雷はちょっと優秀です。あざました。でお肉いっぱいあるけど、包丁もいっぱいあるけど、謎世界が進んでおりますが、誰か他はいませんか。セーブですわ。そろそろボスとかかい。まだかい。あ、急に音楽止まんのやめてよね。ってことはなんかある？右下に誰かいる。人型っぽい雰囲気あるから、あれ多分重要キャラやんな。他の場所は何もないね。行きます。は、あ、隅に誰かがいる。いや結構真ん中にいるよ。傷つけるようなことはしない。なんでほっといてくれないんだ。あのヤギのような化け物の次は変な連中かよ。何が欲しいんだよ、ヤギのような。ちょっと待って、あれがここにいたの。もうくだらない話は終わり、失せろ。ほっといて。いやそうは言われても、お前でも HP めっちゃあるな。痛すぎなかったことを祈る。ミートボールくん、やってやろう。ああ行くぜ。はっ、いたたた、余裕あるなこいつな。痛すぎなかったことを祈る。やけど HP めっちゃあるから、ちょっと万能の雷はどうですか。ミートボールくん、おい80食らう。やっぱり雷、おら HP80、 雷で多分終わりです。さよなら、お願いやめて。なんか心痛むわ。やめてくれ、もういただかないで。ごめん、だけどこうするしかなかった。そうかな、説得した方がええんやろな。あ、見つけたベルトを彼に見せる。手渡すと消えてしまう。いやちょっと待って、なんかあいつの顔めっちゃ変わったけど。え、食パンマンみたいな。え、消えた、ベルトを消えさせた。俺を助けるために来たの。いやわからんけど、僕たちは君を助けたいだけだ、一緒に来ない。あれだけひどいことをしたのに大丈夫なの。おー、気にしないで、一緒に行こう。なんて呼ぼうか。私はシドニー。名前覚えてられへんけど、いやダッサい名前とかやめたり。私はジェン、ケイシー、はじめましてシド。僕はブレイク。もうシドニーっていう名前やのにシドっていうあだ名にされてる。私は自分の名前覚えていない。僕はユージン。あなたは誰かがシドニーに近況を説明する必要があると察する。またそれか、カクカクシカジカのやつか。あなたは体してきると思う。行こう、時間がない。また仲間増えたけど。あ、ドア。ここを、すると、わ。ん？僕らは今、街の中。
森の中にいた女の子が町について話したよね。これがそれなのかも。あの女の子はいとこが町のどこかにいるって、ああ言ってたね。めっちゃ前の話しちゃうのそれ。じゃあこれ混んでないことに乗る。ここの雰囲気は気に入らない。ダラダラしていないで早く行こう。ここはあまりにも明るくて開けている。ここが敵地だったとしたらめっちゃ心配してるよ。ここは私たちの家に似ているけどそうじゃない。やっぱり鉄筋コンクリートは好きになれないね。何の話だよみんな。まずあの女の子のいとこを見つけよう。彼についてなんて言ってたっけ。金髪、あーなんか短くて金髪って言ってた気する。いつも青い服を着るのが好きで髪の毛は短くて金髪。いろいろ尋ねて回らないって言ったね。早速始めてみよう。なんだここは。セブン、こっちも行ける。あ消えた。何個か家あるけど入れるのは全部ではないっていうか、ほとんど入れない。お、いとこなるものがいるらしいんですけど、お広いけど何も入れへんな。あこあここの歩道みたいなとこ行けへんのか。んー今回もなんか敵が出てくる。これステージなんかな。いや広いなこう思ったら。あ誰かいる。消えたりしてるのはなんで。あの衣装は何。誰が誰に。あ邪魔するな。すいません。あこっち、いやー ここまでか。へえ他にも人いる。金髪って聞いてるんですけど、おらんよね誰も。こっち側には特にあるけど、あるけど誰もおらんし、行き止まり。あ真ん中歩いてたら一応人おったけど、えあの衣装は何と邪魔するなって言われただけやで。ってことは右側をずっとこのまま進んでいけってことよな。いとこ、お邪魔するな。すいません。あいつがチカチカしてるのなんで。この歩道みたいなのは上がれへんのよな。わこっちじゃない。ん？あこっち行けるわ。あ何あの女の子の、え嘘思ってたんと違う。めっちゃ背でかかった。あの女の子のいとこじゃない。ほんまに見つけたね。青い服ってそれ緑を青と呼ぶタイプのあれ、青信号のタイプ。何ジロジロ見てるの。変なメイクしてるね。確かにガチャピンは変なのかぶってるわ。またか。うんさっさと片付けよう。言い方何もかぶってないよ。君には森に住んでいるいとこがいるかい。いるけどどうやってそれを知っているんだ。いやたまたまありまして、私もあの森から来たの。んー少し前までそこにいたんだけど、彼女は君のことを会いたがっていた。そうやったっけ。彼女が君を描写してくれたんだ。しばらくなるからたまには会いに行くべきだな。ここで働き始めてから考える暇がなくて。森に戻ることがあれば僕からの手紙を渡してくれないか。いや戻ることないと思うけどな。森には戻りたくないな。こっからの出口を探しているんだ。出口というとこの町から出る道のこと。いやそりゃそうやろ。でもこの世界とかそういう話わかんのかな。私たちはこの世界の者たちじゃない。君の一族はそれをカーガスト、あカルガストじゃなくてカーガストやったんやと呼んでいると思う。うん君たちはあの類の魂なんだね。ここじゃなくて自分の家で話そう。家にカーガストなの。
一応発音的にはカルガストって聞こえるけど、いいよね、こっちで。じゃあ、まずゆっくりして、長旅だったでしょう。ありがとう。ここで一息つけたのは正解だった。遅れてないから心配しないで。早く抜け出した方がいい。一休憩しちゃっていいじゃないか。ここで時間を無駄にしちゃいけない。あまりくつろぐなよ。彼が私たちを地下室に閉じ込めたりしたらどうする？ここについての質問するのを忘れないようにしよう。質問。あ。え？時間だ。もう行くの？何も質問してへんで。これ以上時間を無駄にできない。これから出発だけど、その前にいくつか質問したい。今からすんのかい？この世界から脱出することだけど。君たちのような種族を初めてだから全くわからないんだ。そうなの？お前ら人間じゃないんやな、やっぱじゃあ。だけどダウンホールに行ったら答えが見つかるかも。あ、タウンホール。町長とは知り合いだから話し合う時間を手配できるかも。彼はいい人だ。きっと助けてくれる。心配しないで。ほんまに？いいの？何も心配することはないよ。今連絡してみよう。他に選択肢はない。どう転んでもいいように準備していよう。何かおかしい。そんなすんなり助けてもらえるもんなのかな？怪しんでるね、みんな。どうなるもんかね。何やってるか分かってるのかな。ビープビープ、ボープボープ。よし、ちょいちょいはみんなを期待している。万兵が通してくれるだろう。マジ？そんなにあっさりするもんなんだね。それじゃあ出発しよう。てんてん、いろいろ世話になった。伝言を届けるのにここまで来てくれたわけだから、これぐらいはやって当然さ。またね。またね。二度と会いたくないねとか言うな。え、万兵ってじゃあどこ、ここどこまで飛ばされた？万兵ってあれかな、さっきのあの邪魔するなとか言ってたやつってこと？めちゃめちゃ移動したんですけど、お前らは？邪魔する、変わってない。あの衣装は何？あれ？ってことは、さっきの場所に戻らなあかん？どこや？万兵が通してくれる。万兵。あ、ここにさっきはエスタっとったよね。このまま？あら。もういかん。変なの。お前がな。ん？バーンヘイ。あ、セーブある。今んとこ、敵は出てきてないけど。俺と目を合わせるな。みんな敵対心むき出しですぜ。この階段を上がってけっていう感じ？ぽいよね。さっきの俺と目を合わせるなくんは、ここの上がまだ、なんもなかった。じゃああっち行くのか。あれ？さっき歩いた時思い出てこへんかったのに。入り口だ！万平に話しかけに行こうか。出口じゃないの？入り口なの？やれ。もう少し待とう。と言いながら言ってやろう。うん、あ、バーンヘ見た目、あ、こんにちは。ちょいちょい会いに来ました。わ、あ、もちろんどうぞ、クスクス。ふーむ。ん、さっきの何だったんだろう。うん、ありがとうございます。何ここ、めちゃめちゃ変なとこ来たよ。あ、やっちまえ。なんでやねん。なんじゃこいつら。バーンヘイ、ガーズ、抵抗するな、じゃねえわ。ガードマン、襲ってきたんですけど、どういう展開？ってことは、あの、いとこは？いとこはどうなの？敵やったの？それが気になるんですけど。おい、こっちの新しいビーム、どれや？
奉納の剣みたいなやんなんかある40どうなんでしょう。でもいつも通りなんかヒールさえしてたら勝てそうです。一旦ヒールやな、一旦ヒールで回復しといて、これは大切で、あとは行く。さあ雷で一撃でいけるか。くらえ40か。あいつらミートには聞いたのにな。こいつらはミートじゃなかったのかい。倒したよ。彼らの反応から私たちが探しているものがここにあるのは間違いなしだね。そうなの？ここもみんな敵か。あの野郎はめられた。何か怪しいと思ったんだよね。待ち伏せを食らったってことか。こんなのもう耐えられない。今は敵地にいるわけだし引き返すことは論外。もう何としてでも長女と面会しないといけない。その後はいちいち戦って切り抜けてられないよ。これよりいい案は誰もないでしょ。ないけど、なんとなく君が私たちを何かに仕向けているかのように感じるんだ。誰かと合わせるに誘導しているような。あれ、目ん玉のこと？ん？心当たりがある。何が何なんだか自分でも分からなくなってきた。呪われたものよ。喋らんか。誰が誰に言うてんねん、マジで。お前、思い出すことができた。ああ、そういえば何？ん？そんなバカな。あの化け物が襲ってきた時に君を救ったのは私だった。あ、オープニングの話？そうだね、今は忘れよう。他に選択肢はないだろう。町長と会ってからこれを解決しよう。それまで僕を信じてくれ。それまでって言ったけど、町長、この先すげえ場所、魔王的な感じやで。町長いるの？ほんまに町長。ドアでか。え？いやもう魔王のやつやん。お、何も怪しいものはなさそうだ。嘘つけ。私たちの思い違いだったのかも。怪しいもんだらけやろ。また待ち伏せ攻撃あるかも。万が一に備えて油断しないように。立ち止まって喋ってるんじゃなくて早く行こう。目的地まであと少し。どんどん進もう。待ち伏せがありませんように神様。これを見て怪しいものは何もないってよう言えたな。セブン。オッケー。じゃあ魔王城的なところ入ってきたし、どうなんかな。そろそろラストが近いんかもしれませんけど、この続きまた次回プレイしていきたいと思います。急にステージ変わりすぎちゃいます？それではまた。よろしくどうぞ。